作刊学院収集時限定講座パッケージの授業講師の作刊です。今回紹介するのは1983年に任天堂がファミリーコンピューター向けに発売したドンキーコングジュニアの算数遊びです。まあね、これがまた厄介な代物ですよ、ね、で、まあ裏面もこんな感じで、まあ表面から見ていくと、まあ、ドンキーコングジュニアの算数遊びということで、まあ、ドンキーコングジュニアがまあ、この周りにこう計算式がふわふわ飛んでるという、ね、構図で、でジュニアがこう矢印、まあ、手指しでやってるのも分かりますよね。まあ、ジュニアは、まあ猿ですから、こう日本語というか人間の言葉喋れないから、まあ、これが答えだよって多分やってるんでしょうけど、まあこれをどう捉えるかなんですよね。こう猿でも分かる計算っていうか算数遊びってい こう把握の仕方をしていいのかなっていうね。まあ皆さんご存知の時、まあね、この当時の任天堂のパッケージはね、裏面とか何も情報がないし、まあ、ここにね至ってはこうロゴ、普通ここになんかロゴ入りそうなところにこうドンキーコングジュニアの算数遊びにはこうプラスマイナスかける割るって記号になってるというね。これね、まあパッケージ自体は比較としてはやっぱ英語、ポパイの英語遊びなんですけど、ポパイの英語遊びもこうポパイがいて英語てかアルファベットがふわふわ浮いてて、こっちもねジュニアがいて計算式がふわふわ浮いて似た構図なんだけど、でここの側面を見るとこっちはねイングリッシュって書いてある、こっちはプラスマイナスかける割るってことで、なんかいろいろとこうなんか情勢、ジュニアの方が情勢が悪いなって感じがしたりしますよね。であともうジュニアのこのアイデンティティっていうのがこのお腹のね J っていう部分ですよね。でしかもまあね、ドンキーコングジュニアっていう、ね、ところだから、ドンキーコングがいて初めてジュニアが成立するって考えると、やっぱドンキーコングジュニアっていうソフトがあって、こっちでやっぱりドンキーコングがいてジュニアだよっていう、ここがねポイントになるんで、この一人だけねジュニアがいるって状況っていうのが、こう当時のね、当時そんなにキャラクターとしてドンキーコングジュニアがねメジャーだったかというとそうでもないはずなんで、よくこの人、こう人じゃないか猿かはなんかこう冠をねつけられたなって思いますよね。だってほらポパイに関して言うとアニメで知名度あるじゃないですか。でそのポパイの英語遊びだからいいんだけど、要はこのキャラクターとしてね、例えばこれミッキーマウスのとかなんかそういうのに太刀打ちできるこうキャラだったかっていう、ドラえもん等とかでもいいんですけど、まあ、そこを考えるとこのドンキーコングジュニアの算数遊びっていうのはかなりチャレンジャブルなタイトルだったんじゃないかと想像できます。以上作刊でした。